油見長男。はい。はい、今から天下一品入っていきたいと思います。聞こえないな。あのさ、救急車が。救急車乗ってね。この人どこ止める気やろ。僕今日、はい、今日何食べますか。こってりマックスしょっぱい、ね、こってりマックスしょっぱい、やめて破産します。あ、はい、じゃあ味噌ラーメン50杯いきます、ね、はい、じゃあ入っていきましょう。午後、はい、間違えました。味噌ラーメン1億9杯です。噛んでるやん。こんにちは、今からラーメン頼みます。ここ歯ができました。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。家族3人で来る3度目の喧嘩一品だね。神さんは気に入ったこってり天津飯を今日は一人で全部食べます。油見長男の中華丼が来たんだぜ。これ、値段の割に内容が良くないか？そうだね、ボリュームもあるし具材もたっぷりだね。これ長谷がれ金のこってり唐揚げだね。はい、ラーメンが来たよ。小生とせがれ金はこってりでオーダーです。神さんは味噌ラーメンなんだぜ。天下一品で味噌ラーメンを頼む人は割とレアなんだぜ。後で味見させてもらいます。おいしいでーす。相変わらずすすらないで食べてるね。見てるだけでやけどしそうなんだぜ。おいしいでーす。油見長男は食べる前から辛味味噌とラーメンダレを入れてるよ。まあ、もう何十年も食べて味を熟知してるからなんだぜ。それに辛味味噌、たっぷり入れてもそれほど辛くないしね。コクが出るから多めがおすすめなんだぜ。ほうほう。せがれ金、もりもり食べてるね。モニター目線が気になるんだぜ。映っている自分が気になるみたいだね。でも、自分から映してほしいって申告してくるんだよね。神さんの味噌ラーメン、味見させてもらったよ。どうだった？濃いね、濃い味噌ラーメンだったよ。人によってはしょっぱいと感じるかもね。私は薄味の味噌ラーメンが苦手だから、一度食べてみるんだぜ。この間パパやってたから真似してもらった。美味しそうや。前回来店時、油見長男がやっているのを見て真似したくなった模様です。まあでも食べない。そうだよ、ラーメン麺食べてからご飯をそっちに入れてもいいんだよ。中華丼セット、値段は控えめなのにいい感じなんだぜ。予想よりはるかにボリュームがあって、油見長男は腹いっぱいになったと言ってたね。具材の種類もなかなか多いんだぜ。実はこれが一番おすすめのセットなのかもしれないんだぜ。それは言えてるね。何点をあげるとすれば、もう少しあんがたくさんかかってて欲しかったかな。いや、決して足りないわけではないんだけど、個人的にはあんたっぷりが好きなもので、あはは。まあでも、あえて少なめにしているのかもよ。なんせ汁物のラーメンがメインなんだから。なるほど、あるかもしれないね。具材はたっぷりだから、決して不満があるレベルじゃないんだけどね。なんか、せがれちんがとんでもないものを作り出してるんだぜ。うわ、溢れるルル。きっと料理をしているような気分になってるんだぜ。楽しいんだぜ、きっと。ふむむ、じゃあ、うるさいこと言わずに楽しませておいてあげますか。だね。
切ったー。器の角度がえぐいね。丼がオーバーハングしてるんだぜ。油に長男と神さんは完食です。せがれちんはまだもりもり食べております。7歳児の食べる量じゃないんだぜ。味噌ラーメンを飲んでいきたいと思います。もういい、飲めますか？多いですね。子供にはしょっぱすぎるんだぜ。唐揚げはみんなでシェアすることにしました。せがれちん、正直食べすぎなのでやばいな、と。その方がいいんだぜ。普通に大人ラーメン1人前にご飯まで食べてるしね。さらに大きな唐揚げ4つは多すぎるんだぜ。ちなみに、この唐揚げはすごく美味しいんだけど、こってりラーメンのスープ感は全然感じないな。揚げる前にこってりスープに漬け込んでいるらしいんだけどね。そうなんだ。まあ、美味しければいいんじゃない？だね。結局唐揚げは、油身長男が2つ、神さんが1つ、せがれちんが1ついただきました。確か前回はせがれちんが2つ食べたんだぜ。そうそう、よく覚えてるね。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりましたか？今お腹いっぱいになりました。はい、何食べましたか今日は？お腹出さんでいいよ。唐揚げ定食のご飯。あ、唐揚げ定食やったね。はい、ママ来たよ、行こう。